おバントヒット狙いに単打がファール。森友哉がなんとこのアイディア、3割3分まあ置いて、おここもバント、キャッチャー使います。このバントは自分も生きようと、ですからサードの位置を見て本人も生きようという気持ちで打ったのか、ちょっともう少し積極的に、攻撃的なバッティングでも良かったのかなとは思いますけどね。かなり厳しいコースに行きましたので、はい、ただ結果的にキャッチャーゴロになってランナーが3塁ということになりました。今でも辻監督、馬場ヘッド、馬場コーチのこの状況なんか見てると、ね、そうなんですね、自分でやったじゃないかと思いますけどもね、ピッチャーもそうなんですけども、まあ最後はちょっとバットが出ませんでした。見逃し三振で結果的には3